皆さん、こんにちは。今日は前回の青森県立図書館デジタルアーカイブのミニ案内に、引き続きまして、その中身に、入っていきたいと思います。まず私が一番面白いなと思ったのはですね、青森県図書館関係写真集というページがありまして、31枚の写真が掲載されております。これはですね、戦前のものから青森空襲で焼失しますので、それを挟んで、戦後の比較的古い、時期のものまで、ありますので、順に見ていきたいと思います。で、これが2枚目の写真ですので、これはですね、戦前の絵はがきだそうです。昭和3年、1928年に開館しているそうですから、そして昭和20年、昭和45年に、空襲で焼失しております。その間に使用された古い戦前の青森県立図書館の内部とかを写した絵はがきだそうでございます。この一枚目、もう見るからに古そうですね。これもですね、この実は、これは絵はがきですよね。これも実は、この裏面のやつがわかると、まあ、ただ昭和3年からだからそんなに細かくはならないですね。本当に、20年弱の間の写真ということになります。これが書棚、こうテーブルはここで閲覧するような感じなんでしょうね。はい。大きくもできますので。まあ、この辺は非常に便利ですね。ぐーっと戻していけますので。はい。じゃあ2枚目いってみましょう。これは同じく戦前の青森県立図書館の普通閲覧室での様子と。いうことですね。学生さんたちが一生懸命借りた図書、あるいは持ち込んだ参考書と読んでるんでしょうかね。ここに人が立ってるっていうのは、またこれは監視してるわけでもないんでしょうけども、まあひょっとしたらね、こういう方がいたのかもしれません。不届き者がいると、すぐにつまみ出される。まあ、そんな勝手なことは言ってはいけません。はい、それでは次行ってみましょう。これもそうですね。これは多分、これは絵はがきじゃなくて写真なんでしょうね。黒点。26階とかって書いてますので、26階なんじゃないですかね。この辺見ると、ここに書いてますね。待ってください。これは4枚目ですから、戦後ですね。ここに書いてますね。これは、昭和27年度図書館職員養成所学生募集ということですから、学生の募集してるんですから、ひょっとしたら26年度の撮影かもしれません。こういうところがですね、ズームの素晴らしいところですね。おそらく、このデータベースを作られた図書館の方も、ここまでは見てないんじゃないですかね。あと、この表記と合わせて、
黒点っていうんですか、これの26回目なんですよ、作品公募。これをもう少し調べていくと、この写真のですね、撮影年をもう少し詳しく、絞れていくと思います。はい。5ページ見に行きましょう。これも戦後ですね。これも戦後です。絵はがきではなくて多分、どなたかが撮られた写真でしょう。これはですから戦後新しくできた図書館の内部ということですね。ここは何と書いてますかね。新着図書ですね。今もやり方は同じですね。新着図書コーナーがあって、早速そこに行って閲覧している方がいると。いやー、この会員の方はどなたなんでしょうね。この時代、名簿と付き合わせると、多分、どなたかわかるんじゃないでしょうかね。こういうのはね、一枚一枚写真見ていくと、とても面白いですよ。まあ、これも鮮明な写真があって、こう、あと、プラスこういう具合に、結構、データの大きい写真をこういう具合に載せてくれてるから、ここまで、ズームアップできるということですね。これも写真でしょう。これは、職員の部屋の、これはでも閲覧室なのかな？こうやって見ていくとね、このまた、吊り下げられた電球がいいですね。これは何ですかね。これ多分ドリルで、なんか穴を開けて閉じるかなんかの機械なんですかね。白いですね。こうやって見ていくと。はい。7ページ目。7ページ目です。これも電球が下がってね。整理してるんですね。これね。当時どなたがいたんでしょう。ああ、この方もね、学生さんの風に見えるけど、そうでないかもしれません。あ、これはレコードコンサートと書いてますね。これが素晴らしい。当時の電蓄。いやー、これはどこのメーカーなんでしょうかね。解説の方がいて、この人はね、当時、柿崎さんって言ったかな。なんかね、レコード詳しい方がいてって、この辺はですね、多分今、青森県図書館の方ご存知かな？夜店通りのブルーノートのマスターの岡本さんあたりに聞くとですね、多分、この当時どなたがこういう、コンサートのレコード解説やってたか、わかると思いますよ。いやー、このステレオっていうの、ステレオなんですかね？モノラルなんですかね？ご存知の方いたら、ビクター。はあ、ビクター、このバック、後ろにいる方、この辺なんか、三上教授さんに似てるような、似てないような。いや、面白いですね。こうやって見ていきますと。はい、これもレコード鑑賞会ですね。素晴らしい。ストーブを囲みながら、お茶を飲みながらということでしょう。レコード鑑賞の愛好の方々がね、図書館に集まってこうやって、まあ、楽しかったんじゃないですかね。これもそうですね。コロンビア。はあ、演奏の主題書いてますよ。開会講師紹介レコード鑑賞で閉会の辞ということで。まあ多分さっきの装置はコロンビアなんでしょうね。あ、解説者ここに書いてますよ、
なんとか洋楽部長寺口なんとかって書いてますね。これはコロンビアの方なんでしょうかね。この方なのか、この方なのか。これは面白い。これは何なんでしょうかね。花束。そうで、ちょっとわかりません。これはブックモービルのようですね。多感ブックモービル、ひばり。はあ、すごいな、これ。いや、ベースは何という車なんですかね。辺はね、三沢の航空科学館の大柳さんに聞くと、そのさん、これはあれだよってすぐね、答えてくれそうですけど。こうやってね、皆が、本に飢えてたんですよね。子供たちも。ほれほれ。なんて書いてるんですかね。いい写真です。これもそうですね。あら、まあ、すごいですね。やっぱ、こういうね、車椅子に乗った方も、こうやってブックモービルが来た日には、こうやって自分で車椅子を漕いで、こう借りに来るわけです。どんだけいかにね、図書館というものが、県民から期待されてたかという証ですね。こういう時代のことをやっぱり今の若い図書館の人たちも忘れてはいけません。これは新しく建てられた県立図書館でしょう。いやー素晴らしい。ね。この看板はどなたが書かれたんでしょう。これはまあ新しくなってますね。いやいや、私これ知ってますよ。この建物はね。これ受付のところなんですかね。これはどなたでしょう。面白いですね。はい、もう最後の方はバーッと流していきます。もうこれはもう最後の中学生、高校生でしょう。はい、これは大ホール。すごいですよ。この当時、青森市内こんなホールないんですから。大体これはもう、大集会とかはここで使われるということですね。はい、こんな感じでいろんなね、演奏会、講演会、もうグランドピアノあったそうですから。もう、みんなここに集まるわけですよ。はい。こんな感じでね、31枚の写真見るだけでもドキドキワクワク。青森県立図書館のデジタルアーカイブ。皆さん、もう早速見に行ってください。以上、拙い解説。ご視聴ありがとうございました。